どうも、吉本初のインド人、原西です。さあ、今回我々3人で釣りのチャンネルを立ち上げることになりました。原西フィッシングクラブ部長を務めさせていただきます。原西でございます。そして、副部長はこちらの方。どうも、原西フィッシングクラブの副部長、田村隆です。とりあえず原西さんと釣り行った時って僕全然釣れないことが多いですので、頑張って、釣れるとこを見せつけたいなというふうに思いますけれども、なんとか大物を釣って皆様にお見せできたらいいかなというふうに思います。あと、海にはまらないように気をつけて、しっかりと釣りしていきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。そしてもう一人の部員はこちらです。原西フィッシングクラブ部員のロンドムツリオです。ついに YouTube が始まったみたいです。かと言っても、意気込みというほどの意気込みはありません。なぜならば、もう原西フィッシングクラブというのはもともと原西さんと僕と岡村さんで、プライベートで釣り行ってて、その LINE グループにつけた名前だけであって僕は釣り番組を何本かやらせてもらってるんですが、そこは一応楽しむのは楽しんでるんですけど、テレビ的に人に伝えようとかいうふうな感じで動いてるところもあって、これをマスターしようっていう目標があったり、この人から学びましょうみたいなことがあったり、企画になってたりするんですけど、多分この原西フィッシングクラブは企画もクソもないような気がします我々がよく釣り慣れてる魚を釣ってもリアクションしなかったりすると思います。テレビだったらリアクションするかもわかんないですけど、そのような映像が流れてもあまり怒らないでください。はい、この3人でアラフィフのこの3人でですね、釣りのチャンネルを立ち上げたいと思っております。本当にプライベートな釣りなので、釣れなかったら全然喋らないかもしれませんけども、よかったら見てくださいとか言ってるのは、そう、俺やね